サンスクリット。サンスクリットは、古代インドアーリア語に属する言語。インドなど、南アジア及び東南アジアにおいて用いられた古代語。文学、哲学、学術、宗教などの分野で広く用いられた。ヒンドゥー教、仏教、シーク教、ジャイナ教の礼拝用言語でもあり、現在もその権威は大きく、母語話者は少ないが、現代インドの22の公用語の一つである。 サンスクリットは、完成された、洗練された、言語、が語を意味する。言語であることを示すべく、日本では、サンスクリット語とも呼ばれる。漢字表記の梵語は、中国や日本でのサンスクリットの意象。日本では、近代以前から、般野心経など、サンスクリットの原文を漢字で翻訳したものなどを、通して、梵語という言葉は使われてきた。梵語は、 サンスクリットの起源を造物神ブラフマン、梵天とするインドの伝承をもとにした言葉である。サンスクリットは、インドヨーロッパ語族のインド語派に属する古代語である。競技には、紀元前五世紀から紀元前四世紀に、パーニニがその文法を規定し、その学等によって整備された古典サンスクリットのことを指す。講義には、リグベーダ、サイコブは、 紀元前1500年頃に用いられていたベーダ語や、あるいは、仏典に使われるをも含む。ベーダ語の最古層は、イラン語群に属する古典語である、アベスター語のガーサーの言語、コアベスター語と非常に近い。釈迦の時代にはすでに日常の生活において、インド各地の地方公語、プラークリットと呼ばれるが用いられるようになっていたが、その後に、 サンスクリットは逆に文書の公用語として普及し、宗教、ヒンドゥー教、仏教など、学術、文学等の分野で幅広く長い期間にわたって用いられた。グプターサではサンスクリットを公用語とし、カーリダーサなどに代表されるサンスクリット文学が花開いた。サンスクリットは近代インドア大陸の諸言語にも大きな影響を与えた言語であり、 ドラビダ語族に属する南インド諸語に対しても、借用語などを通じて多大な影響を与えた。さらには、東南アジアや東アジアにも影響を与えた。13世紀以降のイスラム王朝支配の時代、アラビア語、ペルシア語の時代から大英帝国支配による英語の時代を経て、その地位は相当に低下したが、今でも知識階級において習得する人も多く、 学問や宗教の場で生き続けている。1972年にデリーで第1回国際サンスクリット会議が開かれたが、討論から喧嘩までサンスクリットで行われたとい。また、従来はサンスクリットは男性が使うものであったが、現代では女性がサンスクリットを使うようになってきている。多くの古代語と同様、サンスクリットが古代にどのように発音されていたかは、 必ずしも明らかではない。母音には、単母音、長母音、二重母音がある。EOO が常に長いことに注意。短い A は、のような曖昧な母音であった。他に、音節主音的ながあったが、現代では、それぞれのように発音される。は、使用頻度が少なく、全者はで終わる名詞の複数対角、続格形、例、等ちを、後者は、よく合う。 適合するという動詞のみに現れる。音節頭シーンは以下の33種類があった。相流自多音が発達していることと超音維持を等しくする破裂音に無声無気音、無声帯気音、有声無気音、有声帯気音の4種類があることがサンスクリットの特徴である。このうち有声帯気音は実際には息漏れ声であり、これらの音は 現在のヒンディー語などにも存在する。ベーダ語には他にもあった。CCHJJH は破裂音であったとする説と破殺音であったとする説がある。現代では破殺音として発音する。とは綴りの上では他の微音と区別して書かれるが、音韻的には N の音とみなされる。音節末のみに立つシとしては同期間的な微音。 アヌスバーラと、無声音の、ビサルガがある。ベーダ語は、皇帝アクセントを持ち、単語によりアクセントの位置が定まっていた。古典時代のアクセントは不明である。現代においては、後ろから4音節目、単語が4音節未満なら先頭に強制あり、ただし、後ろから2番目さもなくば3番目の音節が長い、長母音、二重母音を含む音節、または平音節場合、 その音節に強制が置かれる。連乗、連音、損ィはサンスクリットの大きな特徴で、二つの形態素が並んだ時に起きる音変化のことである。連音変化自体は他の言語にも見られるものだが、サンスクリットでは変化が規則的に起きることと変化した後の形で表記されることに特徴があり、連乗の起きた後の形から元の形に戻さなければ、 辞書を引くこともできない。単語間の連乗を、懸連性、語間、または、語根と語尾の間の連乗を内連乗という。両者は、共通する部分もあるが、違いも大きい。懸連性の例として、英語間の名詞の単数四角の語尾であるの例を挙げる。名詞は、性の区別があり、数と角によって変化する。性は、男性、女性、中性があり、数には、 単数、総数、複数に分かれる。角は、主角、五角、対角、具角、予角、脱角、俗角、ところ角の八つある。形容詞は、名詞と、性、数、角において一致する。代名詞は独特の活用を行う。名詞、形容詞は、五感の末尾によって変化の仕方が異なる。特に死因で終わる五感は、 言音による変化があるほか、語感そのものが変化することがある。動詞は、認証と数によって変化する。伝統的な文法では、動詞は、語根、だというによって示され、語根から、現在語感を作る方法によって十種に分けられている。自制組織は、現在、未来、不完了過去、完了、アオリストを区別するが、古典サンスクリットでは、完了やアオリストは衰退しつつあった。 会には、能動体、パレスマイポーだと反射体、アトマンパだ、ギリシア語の中動体に相当する。行為者自身のために行われることを表すが、存在するが、実際には、両者の意味上の違いは、必ずしも明らかでない。受け身は、これと異なり、死役などとともに、動詞に設備字を付加することによって表される。動詞の方には、直接法、命令法、気球法、 願望法、条件法、祈願法、気球法のアオリストがある。ベーダ語には他に接続法と指令法があったが、パーニニの時代には固定した表現を除き失われていた。条件法と祈願法も古典サンスクリットでは衰退している。サンスクリットでは不定詞、分詞、動詞的形容詞、ジャンディブなどの純動詞が非常に発達している。サンスクリットでは、 複合語が異常に発達し、他の言語では、従属説を使うところを複合語によって表現する。サンスクリットの語彙は非常に豊富であり、また複合語を簡単に作ることができる。多義語が多い一方、同義語、類義語も多い。一例として、数字をアスト方式のローマ字表記で挙げる。なお、サンスクリットでは語形変化やレオンによって様々な形を取るが、 単語は語尾を除いた語感の形で挙げるのが普通であり、ここでもその慣習による。実際にはこれに語尾がつく。例えば、鳥、い、三は愛語感であるので、複数男性資格型になる。さらにこの語が、馬を修飾する場合は、連音変化によってとなる。サンスクリットの表記には、時代、地域によって、多様な文字が使用された。例えば、日本では、 伝統的に、シッタ文字、シッタマートリカー文字の一種、いわゆる、ボン字が使われてきたし、南インドでは、グランタ文字による筆記が、その使用者は少なくなったものの現在も伝えられている。現在では、地域を問わず、インド全般に、デーバナーガリーを使って、サンスクリットを書くことが行われているが、このようになったのは、最近のことである。 ラテン文字による本字方式としては、アストが一般的である。仏教では最初、大体起源の前後を境にして徐々にサンスクリットが取り入れられ、仏教の各国への伝播とともに、サンスクリットも東アジアの多くの国々へ伝えられた。ただし、初期の簡訳仏典の原点は、必ずしもサンスクリットではなかったと考えられており、ガンダーラ語のようなプラークリットに由来する。 可能性もある。日本へは中国経由で仏教、仏典とともにサンスクリットにまつわる知識や単語などを取り入れてきた。その時期は遅くとも新温州の快速会までは遡れる。仏教用語の多くはサンスクリットの漢字による音訳であり、そう、裏本、外葉、ナム、アミガ、フなどがある。旦那、旦那など日常を動かしているものもある。また、 ダラニ、に、ラニ、に、だラに、真言、マントラは簡約されず、サンスクリットを音写した漢字で表記され、直接読書される。ダラには現代日本のいくつかの文学作品にも登場する、泉京華、高野清など。言葉や語譜などに描かれる文字については文字を参照。日本語の五十音図の配列は、サンスクリットの伝統的な音韻表の配列。 疾端学に由来する。母音の響きが良いという理由で映画音楽でコーラスを投入する際に使用されるケースがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。